どうも、障害収支マイナス3億円分です。昨日の動画でですね、今日のエプソンカップと函館記念の、函館スプリンターステークスの本命を発表したんですけども、はい、その予想が見事外れましてですね、もし僕が馬券を買っていたとしたらめちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。馬券めちゃくちゃ負けてたわ。今日は朝から、てか昨日ラジオやる、ちゃう、昨日なんや、昨日は言っていい仕事やっけ、なんやっけ、昨日は、まあ、昨日大変やったね、はい、朝、だってラジオ終わりに、はい、な、まあ、朝からって言ったら盛りすぎた、昼からメン TBS 行って、でそれなんてフジテレビ行って、はい、フジテレビ深夜まで収録して、はい、で、今日は朝めちゃ早くて茨城行って、今神奈川おる、で、この後一人賛否っていうスケジュールの中負けとる。というわけで、ちょっと結果を見たいと思います。まずね、もう終わりです。なんや、どれみたいに、まず、函館から行こうかね。あ、エプソンカップから行こうか。はい、結果1着レーベンスティール、結局59キロもろともせず、俺けしかけてたからな、こいつ。2着西のスーベニア、3着シルトホルン、タイムトゥヘブン15着あかんがな、穴で行ったけど、そういうことじゃなかったか、腹立つな。で、函館スプリントステークス、スプリントステークスか、1着サトノレール、あー、2着ウイングレイテスト、3着ビッグシーザー。朝からキングはえマジで、もうフトレストやったらフトレストも本命飛ばしてちゃんちゃん終わりですね。ちょっと一応レースのことも言ってみましょうか。めちゃくちゃやったな、はい。そう、今日はね、ウィンファイブも買ってますから、それ後でやりますね。朝からキング、あかんか。スタート5分も行き足つかず、押して押しての道中、向こう上見てたあたりからダッシュつき2番手つけてる。3位コーナーではまずまずの手応えで回ってる。直線に入り早々先頭捉え単独先頭、おお、もう3番手の馬にすぐさまかぶせられて、並ぶ間もなく先頭譲り、あー、2、3着狙い込む、粘り込み狙うも内から外からワンサが刺さる、最後のまれ、あー、あかんやん。まあ、スタートもう少しスムーズにいけばって感じ。俺が気になってた馬、カルネアサーダ、スタートまずまずで道中は前から3、4番手道、ああ、しかし4コーナーバットで急に失速したら心配やな。無事やったらいいですけどね。え、サトノレーブはスタート5分から馬なりで先代につけたと。3、4コーナーで内を回していく、最後は腹をくぐって最内ドン、ああ、開幕週もあって最内は止まらない、いいね、ますます伸びて最後は一馬身半付け足ゴール、素晴らしい騎乗、素晴らしい馬の内を突っ込めるメンタル、浜中ジョッキー、さすがやん、朝からキング、あやスタート怪しかったんや。なるほどね、雨の影響で滑ったのかもという、うん、そういう、影響もありますね。そうね、逃げへんときついんだ朝からキング。なるほどな、うん、俺が穴に上げてたウィングレイテストはスタートを押して前から4、5番手、サトノレーブの外側4コーナーあたりから動いていて、先頭に立ったかと思われたが内から勝ち馬が抜けてきて1馬身ほどつける2着入線、きつい、タイムトゥヘブは最後尾からスタート、大負けや、どうなってんの、スタートは遅れて二の足もつかず一気に後ろに向いてしまう、道中では最後上じわじわ巻き返して4コーナー回ってきた段階で13、14番手あたり、直線では馬群のど真ん中を追い込んでくる、しかしあまり切れる足もなく、まずまずしか伸びてこれず、そのまま入線、見せ場も一切ない競馬だった。何がタイムトゥヘブンやねん、何とっちゃうレベルスティール、一
番早いスタートから馬なりで少しずつ下げ、道中で5、6、7番って先端につけたまま3、4コーナーを回って直線に入ってくる。直線では外に持ち出し、ほぼ大外行きみたいな形で伸びてくる。じわじわ伸びてきて残り200からもう一段階強烈なし、最後は突き抜けて1着。強いね。これほんで伊藤泉にも立ち会ってもらわなかったな、この方勉強させなあかんやろ。はい、なあ。そうですね。何も言った今。今5分30です。お母さんに電話しました。はい、それもね、お母さんに電話しました。で、まあちょっとまあ正直前置くんはしゃあない、もう絶対外すもん。てれーウィン5ですよね。さっきちょっとこれ見せましょうか。俺が撮ったスクショね、これなんですよ。見えてるこれ。はい、まあこんな感じでちゃんと買いましたよっていう。はい、52万5000円買いました。マジで俺結果見てないんですけど、億万長者ありえます。で、今回伊藤マネージャーに読み上げてもらいます。いいですか？ちょっと合ってるか分かんないですけど、読み方が多分な、そのウィン5の結果のページ開いてくれてるやん今。はい、的中馬はみたいなが、はい、なんか左から数字5個書いてる。はい、それを左から読んでほしい。この番号だけでいいですか？番号だけでいい。ちなみに1個目、京都10レースね、俺は1、5、14、15、16やったら、これ5個全部当てなあかんねん。左から読んでいいんですか？もう入ってないんじゃん。左から読んでいい。左のまず1個だけ数字読んで、はい、順番に。じゃあお願いします。14。おーす入ってるやん。雨降ってきたの。雨降ってます。天気悪い。はい、大雨やん。はい、ちょっとやばいです。聞くと大丈夫な。ちょっとこう、ちょっと、まあ、何番人気とか書いてる、そのページ言っていいですか？うん、一番人気かな、カードの方かな。じゃあ次、2個目の数字が東京10です。これは1、3、6、11、15やったら何やってんの。お願い、何番ですか？4番バーン。マジかマジか、50万負けた。何番人気するんですか？11番人気。ちなみに、え？もう！3番目は何番って書いてる？3つ目。4番。それは入ってる。何番人気？2番人気。あ、硬いな。で、4個目の数字は？1。1入ってるわ。何番人気？1番人気。硬い！5番目の数字は？6。入ってるわ！何番人気？1番人気。クソやないかい。1番人気と2番人気当てただけやんけ。50万円使って払い戻し何円ぐらい出てる？言っていいですか？うん、47万3100円。しょうもな、11番人気来たのに。マジか、コインファイブシリーズやめようかな。何も言ったの今。8分30です。そうですか。というわけでちょっとね、来週以降やるかわかりません、ね、インファイブ。いや、ちょっと正直ロケバスの中で適当に予想してんな。私は競馬を絶対に引退しますが、皆さん頑張ってください。あらっしゃー。